抹茶アイスにしました。ここ今桜がいっぱい咲いていて、展望台のところで、お店の中でも食べられるんですけど、展望台のところで食べることもできます。すごいお天気がいいので、お天気がいい時に外で食べるソフトクリームもめっちゃ美味しいんじゃないかなと思います。ここお茶畑の、お茶畑でお茶のソフトクリームとミックスのソフトクリームです。お店の中でも食べられるんですけど、お天気が良くて風もちょっと少なかったので、ここ外に持ってきました。もうちょっとね、ダラダラになってる。お茶のソフトクリーム、めっちゃもったりしてる。あ、美味しい。お茶がすごく濃厚だし、このバニラの部分もめっちゃ濃厚。美味しい。前回来た時まではここのカフェできなかったんですけれど、ここにカフェができてすごく特濃で美味しいソフトクリームが食べられると、それとこの景色を見ながら食べられるということで、ソフトクリームの他にもジェラートとかなんかスイーツみたいなのも置いてありました。それとお茶も買えるみたいです。うん、美味しい。こっちが抹茶のアイスクリーム、めっちゃ美味しそう。思ったりして美味しいよね。うん、濃厚、濃厚よね。お茶のなんか香りと味がすごい濃厚、めっちゃ美味しい。でこれをこのお茶畑を目に、もう少ししたらね、お茶畑の色も若草色みたいになって、もっとね綺麗になると思います。